最初のコーナーキックの1失点、ちょっと予定外な失点でした。あとまあゲームの内容は、割と予定通り運んだんですけどね、最後のところで追いつかれちゃったのはね、非常に残念です。まあ、最後のゲームの終わらせ方みたいなところはね、1点取ってからっていうのが、そこがまだ、頭の中ではね、みんなイメージあるんでしょうけど、そこがきちんとできないところが課題かなと思いますけど、まあ、ただ、千葉にしても栃木にしてもね、順位も示すように非常に力のあるチームなので、実際にそんなにね、楽な試合はできるとは思ってます。